Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Zenless Zone Zero. Wir hatten gestern ja das Event der Bangboos abgeschlossen. War richtig lustig. Dementsprechend machen wir heute weiter mit dem zweiten Event. Aber so wie ich sehe, können wir dann noch nichts groß machen, weil wir noch etwas, glaube ich, mit der Story weitergehen müssen. Sehr schön, kassieren wir wieder Geld. Eine gute Nudelsuppe. たらふく食えたか？また来いよ。 ご機嫌よう。疲れを癒すジンズスペシャルはいかが？またどうぞ。迷った時はコーヒーを飲みに来てください。 よく来たな。今回は何を改造するんだ？ Gehen wir mal zu hier. こいつでぶん殴られてえのか? So, das heißt, wir hatten Anton fertig. Genau. Orera no deban da ze, Kyoudai! Das bedeutet, wir nehmen Nekomata als nächstes. Wir brauchen 20 von denen.
直ちに抵抗を停止せよ。射撃を続ける。あなたを逮捕する。武装解除。Das ist mir verschreckt. Alle schön, ne? Alle, ciao. Das nächste. Wir sehen uns, ja? Jo. Bis demnächst. Geschafft. Das war 15. Machen wir nochmal.私を見くびるな。私を読んだのに。Brauchen wir noch 7. Kattara, anta no ogori da so. そう解除。警戒してください。ああ。援護する。
私がやる。そこ、違法工事。直ちに抵抗を中止せよ。安全第一だ。やっ、ガード通行止めだ。ヘルメットをかぶってないな。Sehr schön. Er hat den Schwert dann auch genug Punkte. Atashi wo yonda no nya? おごりだぞ。Am Montag, okay. Ach ja, ich hab jetzt genug. Das heißt, wir können poolen.私を呼んだの。俺らの出番だぜ、兄弟。よっしゃ、仕事だ。So, dann können wir zurück in die Videothek.
Ah, okay, dude. Einfach. Yeah!
Ich hab alle Typen. Okay, ich verstehe. Bin mal gespannt, was auf dem Lumina-Platz passiert. Ich denke, es wird nicht eine so fröhliche Veranstaltung. シュエンさん、ジンイ、また会った。店長のご両人、よ。二人とも機嫌が良さそうだね。講習の準備も順調さ。これも六分外の皆さんのおかげです。
自発的に参加してくれただけでなく、いくつかの外区で宣伝もしてくれたんですから。主演さん、後で副総監と一緒に市民の質問に答えるんだろ。ここ数日リンは自分が質問するんだって相当張り切っているよ。それはお手柔らぬしらは知るまい。主演はこの手のことが一等苦手でな。緊張して咳をするまいと我の茶壺から三杯も飲んだのだぞ。長官、お客様とお話し中のところ申し訳ありません。こちらは先ほど届いた報告書です。カルロモロンから提供のあったフォロー内の複数地点について具体的な座標を解析しました。お二人に目を通していただきたく。ありがとう。また先ほど連絡があり、ブリンガー長官が間もなく到着されるそうです。メディアもすでにあなた方の写真を撮るために待機していますよ。主演、我らもお迎えに上がらねばならぬようだ。これらの地点については 2,3 日中に人を連れて現地に。ん？何ぞこれは。何やら奇怪な座標に見える。奇怪？先輩、何かあったの？リン、アキラ、すまぬな。受け取った報告書にどうもおかしなところがある。少し主演と相談する必要があるゆえ、ぬしらは先に建物に入っておれ。死刑。カルロ・モロンといえば、この前 EMP 発生装置を使って事件を起こした犯人だったね。嫌な予感がする。リン、主演さんたちの近くに行って様子を伺ってみよう。先輩、モロンが提供した座標ですが、確か彼の組織が以前に下見をしていたという地点だったはずです。先輩は奇怪と言いましたが、具体的にどういうことです？主演よ、前に広場で見つかった例の怪物覚えておるな？もちろんです。あれの残骸を回収する作業が確か今日の午後に。待ってください先輩、まさかこの2つの事件には関連があると？かもしれぬ。気づいたのだが、モロンが提供したいずれの座標も残骸を運ぶ自動輸送車の走行ルートと重なっておる。何ですって？モロンが持っておったあの EMP 発生装置も車両のセキュリティに特化した改造がされていた。その上でうまく使えば伝送系を破壊せず解除できることは実証済み。組織がエーテル物質用の密閉容器を仕入れたというモロンの証言から、治安局は奴らの狙いを大企業が希少なエーテル資源を運ぶ輸送車両と仮定したが、実のところ企業の輸送車両と治安局の自動輸送車は同じ型式なのだ。もしそうなら自動輸送車が危険です。車両は今どこに？確認する。見つけたぞ。信号に遅延はあるが、車両は目的地に近づいているようだ。だが記録によると、およそ15分前フォロー内のある地点で10分前後停車しておる。
一見短いようですが、 EMP 発生装置を手にルート上であらかじめ待ち伏せておけば、証拠を持ち去るには十分な時間です。先輩、このことを局に報告しないと。すぐに連絡を。まあ待て、主演。ボローを走行する自動輸送車はボロー内の構造変化などによってその場に一時停車することがままある。ゆえに自動輸送車が襲撃された根拠はないのだぞ。この段階で報告したところで局は人をよこしたりせぬ。せいぜい規定にのっとり遠隔分析というあたりが関の山であろう。確かに。ですがそんな悠長なことをしていては間に合いません。心配事はそれだけに限らぬ。例の怪物の回収は日時が決まって間もないこと。ましてやホロー内の走行ルートなぞ機密も機密なのだぞ。民間人には知らが、モロンによれば奴の所属する組織はある程度時間をかけてフォローを下見していたというではないか。つまり治安局に内通者がいるかもしれないと。さよう。今輸送車のことを報告するとヤブヘビになりかねぬ。状況を鑑みるに我が自ら。待ってください先輩、それは服務規定違反ですよ。第一、リスクが大きすぎます。主演よ、これは一刻を争う事態なのだ。我らが言い争っている場合ではないぞ。今日の講習には大変な準備を費やした上、メディアも大勢詰めかけておる。主にとってもブリンガー長官に良いところを見せる得がたい機会。この場は任せたぞ。我は主の部下だが、それでも先輩と呼んでくれるではないか。今日ひとたびはその先輩。ブリンガー長官の車です。長官が到着した。逡巡しておる暇はないぞ。主演よ、あとは任せた。ではな。祀るべく亡きを祀るは徹来であり、義を見てせざるは言うなきなり。ん？先輩が言ってたことですよ。大事なのは私たちが治安官として。確かに私は長官の影響でこの仕事を選びました。ですがそれは彼、あの時の長官と同じように誰かを守れる人間になりたい、それだけです。主演、もし先輩、私も一緒に行きます。あのホローにいる敵は一筋縄ではいきませんよ。二人で証拠品を守り抜きましょう。それにブリンガー長官があの時の長官のままなら、きっと私たちの選択を認めてくれるはずです。あの怪物の証拠が危ない以上、私たちも指をくわえて見てらんないね。前回のようにあの二人を可能な限りサポートしよう。Ich habe es gewusst, dass es nicht eine normale Feier wird. Aber ich denke, bevor wir das jetzt in Angriff nehmen, ich gönne mir eine kleine Kippe, gönnt euch eine Pinkelpause oder holt euch Snacks. Wir sehen uns in ein paar Minütchen wieder zurück hier.
Thank you.
Sind wir wieder zurück. Dann mal frisch ans Werk. Mango 148. Koitsu de bun agurare te no ka? Kondo wa jūrōdō ka?厳しくしてみる。 周囲を我らの推測に照らせば、犯人はすでに証拠品を持ち出しておるはず。いかにして奪還すべきか、良い考えはあるか。はい先輩、思ったんですが、犯人が治安局に異変を悟られないよう輸送車の伝送系を破壊していないとしたら、ドライブレコーダーも生きている可能性が。車両が一時停止していた具体的な場所を割り出せます。証拠品は決して小さくはありません。犯人も素早く移動することはできないでしょうし、その過程で痕跡も残しているはずです。これらが行方を探す手がかりになるかと。うむ、理にかなっておる。まずは輸送車を見つけ、我らの推測が正しかったかどうかを確かめねばな。輸送車の信号を我はモニタリングできる。いざ行かん。リン、シュエンさんとチンイは先に自動輸送車を探しに行くみたいだ。フェアリー、車両のところまで行ける近道と工程、ルートを設計。リン、ルートはフェアリーに任せておこう。シュエンさんとチンイに気づかれないように二人を誘導しなければいけないんだ。何かいい方法を考えないと。自動輸送車の GPS 信号はそこであるの？ここの移動装置は使
えないみたいです。向きを変えてみるとしよう。うむ、これは重い。リン、主演さんたちが足止めを食らっているようだ。マスター、付近の団体射出装置は方向を調整できます。よし、みんなのために近道を切り開く。ここのスイッチは全部何度でも操作できる。向きをよく考えてみよう。ん？装置が勝手に動いた。装置が使えるようになりましたよ。うむ、出発するぞ。だが、どうも妙だな。リン、僕たちもついていこう。マスター、輸送車は近い。先輩、すぐに向かいましょう。ようやく見つけました。これが自動輸送車です。先輩、外観は異常なし。何かが破壊された痕跡も、ドアを開けた形跡も全くない。はあ、証拠品の保全が目的とはいえ、勝手にそんなことしたら始末書と言及は免れませんよ。でも今は考えないようにしましょう。先輩、車のロックを開けるのを手伝ってください。あれ、証拠品の入ってる箱ちゃんとありますね。シールで封もしてあった。主演、ファイルにあった証拠品の写真と比較を行った。シールの角度が3度ずれている。箱の中にあるエーテル物質の気配も広場で感じたものとは異質であるぞ。やっぱり犯人はすでに証拠品を持ち去っていましたか。そうではないと見せかけるためにわざわざこんなものまで用意して、盗むだけではなくハンドの目も欺こうとしていたみたいですね。あの怪物にはどうやら人に知られてはならぬ秘密があるようだ。主演、用心せ。避けられた。辛抱してたってのに、もうちょい慎重にやれただろうが。そう焦んなよ。情報じゃ奴らは二人だけだ。奇襲は失敗したが、俺たち兄弟なら余裕で片付けられるさ。さっさとやっちまうぞ。治安官がフォローで行方不明になるなんてよくある話だからな。問答は無用。こやつらは皆筋金入りの命知らず。我らを生かして返す気など毛頭ないと見える。待って、
その結果、くらえハンマー。一点集中。武装解除。どいたどいた。これでも食らいな。任せたぞ社長。この高さなら。こやつら思ったより難敵だぞ。先ほどの言い方からすると、我らが来ると知っていて車両の近くで待ち伏せておったようだ。一体どういうことなんでしょう。まさか私たちが証拠品を探しに来るという情報まで漏れていたと。おい、あの二人は片付いたのか。今向こうにいるぞ。主演、奴らの仲間が追って。警告、治安官の付近に複数の生体反応。急速に接近治安官2名に直ちに向きを変えるよう勧告してください。このままでは武装。リ、聞こえたかい。主演さんたちの進行方向には敵が大勢待ち構えている。なんとかして二人に伝える方法を考え。リン、それは間に合いそうにない。地図上の表示では主演さんたちはもう行き止め。先輩、気をつけてください。ここにも待ち伏せが。捕まえろ。いい、どかぬか。気をつけい。包囲されている。落ち着いて対応しようぞ。敵の攻撃が激しい。私たちを制圧するために一体どれだけの人数を。ようです。防戦しないと。ですがこのままだと弾薬が底をつきます。まずいな。二人とも建物の中に閉じ込められた。お兄ちゃん、まず落ち着いて。確かに主演さんたちは包囲されてるけど、敵もすぐ手を出せるような場所じゃないから。近くに何か使えそうなものがないか今のうちに見てみよう。マスター、目標治安官の所在エリアから不安定な空間の裂け目が複数検出されました。一般的なキャロットのデータには表記すらされないものです。この裂け目を利用できれば目標の2人を現在地から離脱させられます。リン、フェアリーが空間の裂け目を見つけた。けれど問題は、どうやってそこまでのルートを二人に伝えるかだ。助手2号、フォロー環境であれば、私はチンイー治安官の持つ無線へ安全にアクセス可能です。待ってくれ。直接チンイーの無線にかけたりしたら、僕たちの存在が露見してしまうだろう。お兄ちゃん、なんかプロ騎士がいるってバレるだけなら
リスクは許容範囲内だよ。ここはとにかく人命優先ってことで。確認、マスターの当面の目標は治安官2名を現在のエリアから離脱させることですか、それともこの苦境から救出することですか。フェアリー、その2つは同じことなんじゃないか。して遠隔通信状況下において治安官2名を現在のエリアから離脱させられる確率は 87.1% です。ですが、飢餓の戦力差が極めて大きいため、目標の周辺環境をリアルタイムに把握できない遠隔通信では失敗のリスクが急速に高まることがありえます。つまり、シュエンさんとチンイーの安全を確保したいなら、リンがプロ騎士として同行するしかない。皇帝ですが、マスターを治安官の面前に立たせることは比較的大きな、まったく頭が痛いな。シュエンさんとチンイーが治安官でなければこんな風に悩む必要もないのに。お兄ちゃん、今だって迷う必要。シュエンさんとチンイーはいい人だもん。私たちが将来背負うかもしれないリスクなんかより、今何もしなかったせいでこれから一生後悔する。リン、それにさ、いい方向に考えてみようよ。みんなで協力できたらこのピンチを乗り越えられ。皇帝、マスターの考えは合理的です。わかった、そうと決まれば。いかん、行くも戻るも敵が完全に塞いでおるぞ。どうにかして注意をそらさぬ限り活路を見出すことはできぬな。主演よ、この窮地を脱する策が浮かばぬ場合は我が敵を引きつける。は？先輩、何バカなこと言ってるんですか。フォローへ調査に入ることを癌として譲らなかったのは我だ。我が思いとどまっていれば主までも危険にさらすことはなかった。それに我は人の身にあらず、ボディを失うことは大した問題ではない。だが待ってください。先輩、私はあなたの上官ですよ。今日のことで席を追うべき者がいるとすれば、それは私です。あなたの身体機能は私より優れています。一人だけ逃がすとしたら、より生還する確率の高いあなたであるべきです。主演よ、今は言い争っている場合では。その通り、言い争うのはやめよう。二人とも何やつ。無線から声が。私たちの暗号化周波数を解読した。一体どうやって。どっちをおとりにするかなんてそんな話してる場合じゃないよ。二人揃ってここを切り抜ける方法聞きたくない。主は何者だ。どうして我らが主の。信じる根拠になるようなものはないんだけど、私はプロ騎士だよ。本当ならあんたたちの前にある。プロ騎士だからって良識がないわけじゃないよ。あんたたちを見殺しにはできないってだけ。プロ騎士。よかろう、主の見立てで私が逃げるチャンスを作る。それじゃあ指示を出すよ。ですがまだ敵が。まあ任せて。今だよ、急いで。次はどうすれば。裂け目に向かって直進して。裂け目。ついてきよるぞ。前方裂け目がもう一つ。どこまでも追ってくる。これじゃ拉致が開かない。一個方法があるよ。危険は伴うけど二人なら大丈夫。
義士よ、いるのであろう。姿を見せぬか。二人ともやっと会えたね。無視は白義重工のポンプではないか。いや波のポンプに主ほどの知能は持たせられぬ。ましてや我らの無線に介入する能力など持ってのほか。主、先輩、聞いたことがありませんか。インターネット上にかつていたという伝説的なプロ騎士、自らフォローに入って先導するのではなく。ハエトーンか。その通り、私がパエトーンだよ。なれば我らが白義重工の通報を受けた時、主は陰で全てを見ていたのだな。そうだよ、あの日私はフォローで白義重工がなくしたものを探すのを手伝ってた。でもその奥で思いがけずあの怪物に出くわしたの。あんたたちと同じように私もあの怪物には裏があると思った。あれの背後に隠されてる陰謀と私がずっと追いかけてることが関係してる可能性があるから。つまり私たちを助けたのは、証拠品が無事ハンドに渡り怪物の真相が明らかにされること。あ、そういうこと。証拠品を取り返したいなら今からでもまだ遅くないよ。治安官養成マニュアル173ページ。緊急事態発生時、治安官は市民を身元調査なしで協力者に任命できる。先輩、それは私たちの目的は同じだよ。力を合わせれば必ず証拠品を取り。わかりました。確かに今はあれこれ質問している場合じゃないですから。でもあなたも見た通り、敵は明らかに万全の体制で襲ってきています。今の戦力で彼らと正面。心配ご無用、私に任せて。戦力で負けてるならフォローの特性を生かして張り合うんだよ。私得意なんだよね。自動輸送種の停車地点付近です。周囲の環境データをロード開始。マスター、さて、思考これを使い我の思考空間にアクセスする。デバイスで思考空間を視覚化しました。集めた手がかりは記憶エリアに入れられる。隣接する手がかりを埋めれば問題も浮かび上がろうぞ。今はまだ手がかりが足りぬ。戻ってよく探すとしよう。隣接する手がかりが足りないため問題に回答できません。隣接する手がかりが足りないため問題に回答できません。隣接する手がかりが足りないため問題に回答できません。マスター、
手がかりは思考空間に収納されます。マスター、手がかりは思考空間に収納されます。解析。感情の攻撃はしない。思考空間に新たな謎が現れました。マスター、思考空間に新たな謎が現れました。集めた2つの手がかりから1つの問題が導かれました。マスター、回答してみますか。そんな映画じゃないんですから。確かに全ての問題に回答できれば。皇帝、重要な問題が浮かび上がりました。はい、マスター、事件再事件再現はバーチャル環境につき物を拾うことはできません。
マスター、ここに隠し通路がある。現実でも気に犯人たちがどこから立ち去ったかもう分かっています。さあ早く行ってみましょう。マスター、でもこのエリアどうやって通過すればいい？マスター犯人たちはこの地点から立ち去ったんですね。犯人たちの通行ルートをマークしました。よくやったフェアリー。よし、ルートに沿って進もう。前方に放棄された建物がいくつかあります。壁は隙間だ。事件再現はバーチャル環境につき収集していないホロー観測データを再生し、
です。全員手を上に上げる。巨に乗じて不意をつく。あいつら逆転と言わせて証拠品を取り返そう。ひょっ、ああ、それそりゃ、どいたどいた、ほっちゃい、完全燃焼。見事な一撃ね。サプレッサー K22 全弾発射。先輩、うむ、間違いない。この気配、たとえ密封されたかけらであろうと全身がそう。よかったですね、ようやく取り戻せました。包囲していた連中も思いもよらなかったであろう。我らに逃げられたばかりか、証拠品まで奪い返されるとは。あとはフォローを離れさえすれば安全だ。シュエさん、チンイ、フォローの出口が近くに。先輩、出口は目の前ですよ。二人とも、今日のところは見逃してくれるって感じなら、お先に失礼するね。安心せい。恩をあだで返せば、雷に打たれると言うからな。それに、プロプシは問答無用でヒットライというのも、かねてより公平さに欠けると思っておった。先輩、治安官がそういうこと言っちゃいけないと思いますけど。とにかくパイトン、ほっ、お礼を言うのはこっちもだよ。自動輸送車が危ないって小さな手がかりから気づいてくれて、証拠品を守るためだからってフォローにまで入ってくれたんだから。じゃあね、治安官さんたち、次に会うときはお互い一触即発の状況じゃない？先輩、パイトンは行ってしまいましたね。私たちも早いところ。うむ、はて、パイトンはこう言っておったな。自動輸送車の危機に手がかりから気づいた。証拠品を守るためとはいえ、フォローにまで入ってくれた。主演よ、今の言葉怪しいところ。あ、そうですよ、パイトーンが証拠品のすり替えに気づいたのは、てっきりフォローで輸送車を監視してたからだと思ってました。でもその場合、そこに治安官が来たら命令か何かだと思いますもんね。普通あの口ぶりからすると、私たちがフォローの外でしていたやり取りも知っていたみたいですね。これは意外な収穫。パイトーンは今日あの講習の場に。Die sind nicht stumm.
来たね、リン。今日は暇かい？一緒にルミナスクエアの治安局まで行かないか？え？なんでまた治安局？今日はシュエンさんとチンイーの二人が元の局に戻る日だと聞いたんだ。フォローの中だったらきっとお互い会わない方がいいんだろうけど、フォローの外では会いたくても簡単には会えないかもしれないだろ。せめてうちの会員カードくらい作ってくよう説得しなきゃだもんね。でしょ？まさか君そんなこと考えたのかい？それに僕が考えていたのは二人に贈り物をすべきだってことさ。例えばこの治安官が題材の映画「非常なる任務」のコレクターズエディションなんてどうだろう。確かラストで主人公が上官に逆らって住民を守りに行くやつだよね。面白い映画だったよね。あの二人はもうすぐ出発してしまうらしい。僕オフキーズ。Die Autos finde ich etwas schäbig designt. Senpai, 荷物の梱包が終わりました。車に積み始めますよ。やあ二人とも、なんとか。店長のご両人ではないか。どうしてここへ？自分たちの局に戻っちゃうって聞いたからお別れを言いに来たの。僕ら知り合って長いというわけではないけれど、二人とは忘れがたい時間を共にしたからね。でもシュエンさん、講習の日は壇上でインタビューを受けるんじゃなかったの？最後に出てきたのメガネかけたおじさんだったけど、私シュエンさんに質問できるのすっごく楽しみにしてたのに。ごめんなさい、あの日は急に先輩と厄介な事件の担当になりまして、詳しく教えることはできないんですが、見事解決しましたよ。あなたたちが6分外 EMP 事件の重要な手がかりを提供してくれたおかげです。そうだったのか。何にせよ解決したなら。せっかくこうして知り合えたんだし、ビデオ屋から記念品でもと思って。治安官が主役の映画だよ。気持ちはとても嬉しいです。ただ治安局の規定でこうしたものを市民から受け取ることができなくて。ですがランダムプレイの顧客として買い取らせてもらっていいでしょうか？もちろんだよ、毎度あり。リン、シュエンさんたちは出発の準備があるみたいだ。この辺で失礼しようか。ついでに近くをぶらついて、この前果たせなかった美味しいご飯にリベンジするのもいい。ルミナ文書に臨時派遣されてこんなにたくさんのことが起こるなんて
当初は思ってもみませんでした。いかにもイベントはにぎわいされど事件はきりなし。証拠品も回収してみじまいと思えば惚れ惜しいかな。始末書がまた一枚。どうしてまた印を？すみません先輩、電話が。もしもし。珍しいわね、こんな昼間にかけてくるなんて。今日は忙しくないの？ごめん、今しがた我らの卒業アルバムを眺めていてね。なんで急に卒アルなんて。また変な修行でもしているんじゃないでしょうね。ああ、これは写真を頼りに往年の同輩全員の名を思い出そうという修行だ。時に主演、私に宛てた寄せ書きを覚えているか。あなたが誠の正義を追い求め、都市を覆う邪悪な闇を切る誤報の剣となれますように。ちょっと大きな声で読まないでよ。周りに誰かしらいるんでしょ。すまない、だが私はこの一節がどうも気になってな。お前の言う誠の正義と誠でない正義はどう違う？誠のメロンとメロン味の飴のようなものか。Okay. どちらもメロンの味がするというものは多い。方や私の買うメロンは甘かった試しがない。それでも私は誠のメロンを好む。Naja, sie bevorzugt echte Melonen, keine falsche. お前が誠の正義を求めるようにメロンとはメロンなのだ。そこに決して偽りはないからな。Naja, man spürt den Unterschied. みやびなりに励ましてくれてるのね。ありがとう。で、どうしてハンドにいるあなたが知っているの？私が局から処分を受けたこと。白義重工が発見した正体不明の怪物が六花に回ってきたからだ。私の情報官からも知らせがあった。近々詳しく聞き取りをするため、お前にはうちの課まで足を運んでもらうそうだ。あの証拠品があなたたちのところに。やっぱり何かあったのね。ああ、ここからが本題だ。怪物の残骸に仮面のような人工物の破片があった。そして内部の残留物からは人間の DNA が採取された。あの怪物の身元が分かったと。残念ながら死体が男性のものだということしか分からなかった。都市における全行方不明者および犯罪者の DNA と照合を試みたが、どれとも合致しなかったのでな。
市の外から来た身分登録のない人間という線もあるが、お前はどう見る？犯人はフォローに入ることも厭わず証拠品を奪おうとした。あの死体にはきっと何か秘密があるわ。少なくともその男、全くの無名の輩というわけではないはずよ。同感だ。だが今のところこの謎を解く鍵は見つかっていない。情報ありがとう、みやび。また近いうちに。あ、それでは。すみません先輩、お待たせしました。今しがたの電話、断片から察するにハンドの方で調べていた証拠品の件、進展。ええ、何やら重要そうな発見があったとか。その一方で不可解な謎も増えてはいますが、とりあえず乗りましょう先輩。詳しい話は道中で。うむ、行くとするか。久しぶりね、パールマンさん。弁護士か？遅すぎるぞ。そっちが希望した面会だろうが、どれだけ待ったと思ってる。おお、ま、待て、あんな大それたことをしておいて、よくもぬけぬけと顔を出せたな、サラ。それは違うわ、パールマンさん。爆破エリアを住民ごと吹き飛ばすのはあなたのアイデア。それにあなたの技術顧問兼秘書のサラなんて人間は初めから存在しないの。そう歯を食いしばらないで。私は今日ここへ真面目な相談をしに来たの。法廷では率先して全ての罪を認めてちょうだい。檻の中でも最高の待遇を受けられるよう私たちが計らうわ。うん、最初に私のところへ来て爆破計画をそそのかしたのはお前とその背後にいるやつではないか。それをよりにもよって私一人に罪を着せるつもりか。実に打算的なことだな。聞いたぞ、白義重工がホローの広場で怪物を見つけたと。回収した残骸も盗まれかけたそうだな。実際私は以前から疑問に思っていた。あの広場に地下鉄なんぞ通っていないのに、お前の計画書には調査と爆破の手配があった。お前らの本当の目的はあれの回収だったんだろう。私が法廷でこのことを喋ったらどうなると思う？パールマンさん、そんな根拠のない妄想に判事が耳を傾けるとでも？妄想だと？ならはっきり言ってやろう。私が握っていると言ったらどうする？貴様とその背後にいるやつがビジョンの爆破未遂に一枚噛んでいたと証明できる絶対的な証拠。パールマンの話聞いてたかしら？しつこい男は嫌いだけど、彼の切り札は本物と言わざるを得ないわ。楽しんでいるような口ぶりだな。まさか。私は真剣に私たちの協力関係を心配してるので、これからどうするつもり？彼のお願いを聞いてあげるの？
対処法を考えよう。Oha, eine neue Story. Character Story. Also definitiv, der zweite Teil vom Kapitel 2 hat mir echt Spaß gemacht, definitiv. Sehr interessant und ich bin immer wieder erstaunt, wie Mihoyo es schafft, die Story so ineinander greifen zu lassen. Also ich freue mich schon richtig, wie es jetzt mit der Story weitergeht. Aber für heute reicht es wieder. Wir sind schon nach 12. Was mich echt etwas triggert ist, wie viel Multisteckdosen habe die da drunter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind 14. Das sind 28 Steckdosen. Und den 28 sind 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, trotzdem über 20 Steckdosen, die da im Gebrauch sind. Holy fuck. Jetzt verstehe ich, wieso Weiss sich aufregt, dass zu viel Strom gefressen wird. Gut, morgen werden wir dann die Story von Grace in Angriff nehmen. Gucken wir nur, was... Okay, hier haben wir einen Abschluss. Mm.
Und wir haben hier noch zwei neue Aufträge. Gut, haben wir schon den Job für morgen. Dann, meine liebe Leute, danke fürs Einschalten. Wir hören uns dann morgen wieder und ich wünsche euch allen eine schöne Nacht.